旅行者たちで賑わうバンコクのカオさん通り、タイ人にファランを連想させる場所となっている。ファランはヨーロッパ系の人を指すタイ語の一般的な単語である。ヨーロッパ系であればその人の出身地は問わず、ファランとされる。タイ語の公式辞典、ロイヤルインスティチュートディクショナリーは、ファランを白色人種の個人と定義している。1833年にアメリカの施設として、 インドシナに渡ったエドムンド・ロバーツは、ファランに、フランク人と訳語を当てている。また、ヨーロッパ人と黒人の根血は、ファランダムと呼ばれ、白人とは区別される。これは、ベトナム戦争時に、アメリカ軍が大国内に基地を置くようになってから使われるようになり、今日まで残っている。ワット・プラチェートポン・ウィモン・マンカラーラームの前にある、ファラン像、バンコク、 ファランという語の由来に関してはいくつかの説が存在する。一つ目はヒンディー語のフィランギーに由来するというもの。これはイギリス領インド帝国時代に作り出されたヨーロッパ人を指す言葉で無別的な意味を含んでいる。もう一つはペルシア語のファラングまたはファランギーに由来するというものであり、こちらもヨーロッパ人を意味する。 しかし電波のルートは違えどこれらの言葉は古フランス語でフランク人を意味するフランクが語源になっている。フランク人は中世の西ヨーロッパ及び中央ヨーロッパに影響力を持った部族でフランスの語源にもなっている。フランク系の国家が数世紀にわたりヨーロッパを支配していたため当時ヨーロッパはもとより中東世界でもフランク人とカトリックを信奉する。 ラテン人は結びつけて考えられていた。中世及びそれ以降、ムスリムとペルシア人は、西方教会を、フランギスタンと呼んだ。また、ラシドアルディンファズルアラーはタイ語の、ファランはアラビア語の、アフランジに由来するとしている。この語はエチオピアでは、ファランジとなり白人、またはヨーロッパ人を指す言葉となっている。これらの例はどちらも南インド。 マラヤアラム語やタミル語の単語に起源を持ち、その後クメール語やマレー語、そしてさらに広範囲に広がった。中国では、仏狼記となりフランキ法に名前を残している。タイ語では、ファランは、グアバを指す語でもある。グアバは400年以上前に、ポルトガル人の船乗りによってタイに持ち込まれている。当然、白人がグアバを食べていると、タイ人にとって言葉遊びの種になる。 グアバの一種であるフェイジョアはタイ語ではファランキノクとなり、この語は同時にだらしないファラン、特にバックパッカーを意味する言葉にもなる。ちなみにファランキノクの木は糞尿、ノクは鳥を意味する。そのためキノクはグアノを意味する言葉でもある。またイサキ科の魚シマイスサキもキノクと呼ばれている。ヨーロッパ人によって持ち込まれた作物、製品などに ファランという語が使われる例がある。例えば、ジャガイモは、マンファランとなる。マンはイモ、芋、会計を意味する。また、オーバコエンドロは、パクチーファランと呼ばれる。ジューインガムは、マクファランとなる。マクは、ビンローヤシを意味し、東南アジアでは、金マとして、ビンロ乏を噛む習慣がある。また、標準語では、ファランと表されるグアバは、東北方言イいサアン語では、 マクシダと呼ばれる。加えてイーサーンでは男性の形状がバクなので白人の男性はバクシダと呼ばれる。つまり白人を指すファランから標準語でのグアバを意味するファランを経由したイーサーンの言葉遊びである。モルディブではファランジという語がヨーロッパ系の人とりわけフランス人を意味する。マレの北の海岸にある要塞の前の道は最近までファランジ かるー儀と呼ばれていた。ありがとうございます。